れ。今日は大阪でお話し会をしています。うなちゃんです。あ、マジだ、マジです。よかった。でももう朝から今日はね、めちゃめちゃ早起きだったから、もう配信これ終わったら帰る時間の待機時間まで寝ようと思ってます。こんにちは。立てかけるやつがないんだよね。立てかけられなくて。光がここしか当たらん。ありがとう皆さん、今日は暗い。今日はいっぱい喋ったからもう喉がやられました。喉が乾燥しています。朝からありがとう。明日は公演なので夜は配信を今日はこれで終わろうと思っています。もう15分くらいで終わろうかなと思ってる。安静に安静に。かわいい、やった。え、暗いよ。私はこの光が好み。疲れた。これ暗い。こんにちは。イエーイ。ギフト読んでなかった、読んでこ。しゅんさんかわいい、西さんお疲れ、やしちさんかわいい、西さんかわいい、クロさんお疲れ、あっちゃさんかわいい、スマンテさんかわいい、アミカンさんありがとう、スタンプこちらこそ、スマンテさんお疲れ、坂道 FC さん、タコジロくんお断りです、しんいちさんお疲れ、ダーソクさん、レインボースターナンくんかわいい、フラベさん、タコ、りょうへいさん、かわいい、あっちゃさん、ブーケー、フラペチーノさん、ハート、ありがとう、カメさん、合唱猫ちゃん、ありがとう、チャンネルのハート、ありがとう、あー、ソラハさん、お話しか言っちゃった、さっきまで言ったんだけどね、あ、公園、え、あ、聞いたことある、ゆきさん、お断りです、うっかりあんこさん、お疲れ、かわいい、うな、ルナ太郎です。こんにちは。あ、これからご飯？パセはもう昼ご飯も夜ご飯も食べちゃった。うん。明日公演なのに。大変。岡地屋さんお断り。新一さんお断り。髪飾りも可愛いよね。ボサボサだ、大変、こうやって喋んなきゃ。さっきね、ソラハさんの配信にも出たんですよ。私見てた人います。クロさんサックスありがとう、シュンボウさんニアありがとう、隣うなちゃんだよ、なんで。見てました。阿部哲さんお断りです。もう眠るよ今。ご飯も食べたしお話もして、今日はもう任務を終えたのでもう爆睡したいです。机の下からパチャ出てきたよ、見てくれてる配信、こんにちは。首が痛い。これ夜公園行きます。お、気をつけてきてね、ありがとう。
そう、ソラハさんの配信中に机の下からソラハさんのお腹から出てきた。たこ焼きまだ食べてない。さすがにデブかなと思って我慢してる。食べる。だってね、昼も夜も弁当食べたんですよ。大変。光がどうしたらいいんだろう。難しい。トニーさん、お疲れ塾ありがとう。お疲れ。クロさん、食欲ありがとう。そうなの。陣来さん、ありがとう。私8月、足がパンパンになりました。大変。マッサージしてください。自分で、自分でね。ありがとうございます。たくさん並んでくださって皆様。大変よね。みんなグッズ買えたかな。私グッズ買ったんよ。グッズ、自分のグッズ買った。ウェディングのアクスタ2個も買った。忘れっぽいもっちさん、ハートありがとう。大阪いないのミスってる、絶対に。まつげそう、いい感じでしょ。今日も可愛かった、ありがとう。来てくれた。これなんか、お、変えた？オレンジ味。グッズね、なんかパセのグッズ追加されてたよって言われて買えました。でうちはもうね、買うか迷った。写りがめっちゃ良かったです。ウェディングも新制服もね。え、目に光を入れたい。ジョジョさん、ラブレター10個ありがとう。ありがとう。ひろっちさん、かわいい、ありがとう。しんいちさん、音符ありがとう。クロさん、花束ありがとう。もうスイマが来てます。今日は何時？今日は3時半に起きました。びっくり、びっくりだよね。ジロ君、タコ、陣内さん、オンプーありがとう。ガジャさん、ハートありがとう。プロさん、アイスありがとう。そう、早いよね。ノギンさん、ハート。サダオさん、かわいい、ありがとう。浴衣のまま帰んない、だから今配信しました。もう多分広島に帰った頃にはもうヘトヘトだから、きっと配信する元気がないので、この配信が終わった瞬間浴衣を着替えて寝ます。仮眠取る。今日はありがとう。こちらこそありがとう、来てくれて。また公園でよろしくお願いします。あれはあげたか、お寿司をあげた。ありがとう。バラちゃん、はい、ありがとう。大谷りさん、かわいい、ありがとう。中国地方とりあえず先生、今日帰りますよ。明日公演だもん。昼夜に公演だもん。帰らないと公演出れない。また話そう。こちらこそありがとう。明日はエディオン。エディオンだよ。そう、大阪とか探検できない。窓から見たパスの通りだよ、さっき。クロさん、回復薬ありがとう。明日お仕事あるので昼だけ行きます。待ってる。
気をつけて帰る、明日手振る夕飯も食べた、もう昼飯も夕飯も食べました、昼食朝昼晩食べた食べた、もう探検、え、大阪の、あの東京にもあるけど大阪のさ、あのさ、グランド花月の近くにあるチュロスの、オレオのチュロスのアイス食べてほしい、ボリュームがすごすぎるから食べてほしい、この前食べたんですけど、今日アイス0個ですよ、勝手に瀬戸内観光大使、アイス買う時間ないもん、室内の時間ずっと朝から、瀬戸橋通った、わあ。浦部さん、タコ10個ありがとう、もう寝ちゃいそう、こんにちは、みんなみんな俺のサッチーが通りました、えぇかわいい目があってお辞儀されました、可愛かったすいません、みんなファンの配信見てないから泣き声があってやばい、不審者と思われたかも、サチ逃げた、もういなくなっちゃった、今日研究生も髪バレンジしてたからみんな可愛かった、サチサチすいません、いえいえ全然、うなちゃんの配信に叫び声が入ってしまいましたサッチ、ね、サッチ乗りってすごかったらしいですね、やっぱね、もう可愛い、こんにちは、しんちさん、誰もありがとう、まさに隣で配信してるよ、してるよ、アサリルームにも遊びに行ってみたよ、何に行くか、寝ちゃいそう、こんにちは、これが一番いいかもしれない、あっという間だったね、いやいや3月ぐらいから始まった、ね、あっという間だった、そう、椅子に座ってないの、いっぱいお話しして、こんにちは、うな2階、3階、うん、そうです、お世話になってます、すげえ、配信同時に見てる、すごい、2画面パパありがとう、川又家の皆さん、いつもお世話になっております川又家、パセリの配信見られてる、恥ずかしい、ユナママも言った、わかんない、ユナママはもうローマ字でユナママだから、わかりやすいね、うん、今回監視役もいっぱいしたね、楽しかったね、7月のサインどんなのか、こんにちは、 L 字型とかでみんなにリクエスト聞きながら、みんな今日何してたんですか、全身ツイート載せました、もうツイート済みです、こっちはちょっと難しい、これ立てかけられないんです、スマホだからちょっと厳しい、壁だもん、ここが見せれない、どうにか頑張っても無理かも、どうした両手
それぞれだ。英語の方は大阪にいる人と大阪にいない人斜めか丸 L 字型もありかも。長い長くちょっとパセのアクスタ見せびらかしたいな。見せびらかしたすぎる。持ってくればよかった。楽屋に置いてるのアクスタ。間に合うかな。ダッシュしたらみんなに見せびらかしたい。見せたい。ちょっと持ってくる。持っとこうか。持っててくれるの。ダッシュしてくる。ちょっと、いってらっしゃい。脱ぎました。ダッシュします。すげえガチ勢。ちょっとパセリのスマホと並べよう。あ、いいですよ、全然大丈夫です。あ、こっちか。パセリのは、イエーイ。パセリと同じ画角で。ネタ考える。マジ話し会めっちゃ来てくれるって言ってた人いる。早っ、めっちゃ早い。帰ってきた。ありがとう。いえいえ。じゃーん、同じく出かけてきます。いいな、アクスターゲットしました。いいだね。いいけどさ、別にユナのとこに帰ってきてくれるならいいよ。じゃじゃーん、かわいい。15分経ったかな。うん、経った。本当？うん。誰のアクスター？自分。あ、すげえ。買った。あ、そうなん。3000円でございます。アイスが30個買えちゃうわ。これはお母さんとお父さん用です。優しい。多分人生でも着ないと思うので。確かにね、ウェディングドレスってね着ないから。ちょっと親孝行です。ちょっとハリアさん、はじめまして。今日会えたらよかった。ゆうなもさ、あのパセがさ、うん、あの壁紙のやつ見せてくれたやん、うんうん、あれママとパパに見せたらさ、うん、なんかうわ結婚式怖みたいなこと言われてさ。どういうことよと思って。ウェディングドレスの生写真、今月のなんで着ない？私たちにめちゃめちゃ結婚する気ないです。めっちゃ漏れてる。興味がないです。めっちゃ綺麗になってるから。和装とかじゃなく、ドレスとかじゃなく、もうする気がない。もともと昔から人生で一回も結婚したいと思ったことがない。私ずっと言ってるよね、ずっと言ってる。本当にあのあんまり知らない人と暮らすのはちょっと無理かも。ずっとやる。ちょっと無理かも。なんか理屈とかが冗談で聞いてもそうやって言うもんね、そう。知らん人とずっと暮らしたくない。なんか通帳とか盗まれないか怖いかも。わかる。確かにね。じゃあ終わろうかな。15分経ったし。そうね。ありがとう、今日はお話し会来てくれて。またいつだろう。明日は多分忙しいから。いつだろう。ありがとう皆さん。本当だね、6月も終わりだね。もう早いね。月曜日も多分来ました。よかった。レアだからね、1月配信は。ありがとう見てくれて。髪飾りね、そう、見えてる。かわいいです。サマステ申し込んだわ。ありがとう。こんばんは。みんなもグッズ、今日の18時から新しいグッズ出てるので、ぜひネットでもチェックしてみてください。18時、今10位。みんなグッズ始まったよ、受注ですよ。ハリアさん10位。オンドラタクンさん、たった今始まった。ゴンさん7位。ナスノさん6位。これはセドチの太陽さん5位。おかめさん4位。たかりんさん、たかりんさん。アクスタの良さが分かったでしょう。2位。まつさん4位。ハンバーグ大好き野郎さん。すごい名前、ありがとうございます。受注はね、
安心だね。じゃあ私も読もうかな。え、グッズってあれ制服のやつ？うん、6時から。うん、かわいい女が来ました。ウェディング買ったの？そうだよ、おいで。イエーイ、かわいい女です。ゆきりかこでした。え、するの？うん、配信らしいからみんな見に行ってみて。え、買えるんだこれ。うん、買おうかな。ありがとう。1500円。誰に買ったの？え、両親の分。そして配信見に来てくださった皆さん、あ、明日ゆきりかの生誕祭ですよ。皆さん見てね。出るよ。ありがとうございます。お手紙ありがとう。手紙書いた。書いてない。なんで書くことないよ。書くことないで。ゆきりかへおめでとう。絞り出してよ。うん、頑張る。外見とか褒め出してまつげが。じゃあ誕生日見ます。さあまたね。そう、終わる。ありがとうございました。いきます。13位陣内さん、12位深地屋さん、11位スプマンテさん、10位リュウさん、9位シーサイド丸さん、8位アンバさん、7位シュンさん、6位台湾ジョジョさん、5位トニーさん、4位クロさん、3位アッチャさん、2位フクちゃん、1位ウラベさん、ありがとうございます。ありがとう。バイバイ。また明日の公演で。じゃあねー。